皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問いただきました。音符の長さがわからないの、ちゃんと数えて叩けと言われます。どんな練習をすればいいですかってことなんですけど、まずはね、一つ思っておいてほしいことがあるんですけど、音楽っていうのは表現なんですよね。だからこう自分の頭の中にあるイメージとか音とかをドラムを使って表現したりとか、ギターを使ったりとか歌を使って、表現するっていう、音楽ってね表現なんですよね。だから自分のイメージの中にないものとか自分の中にないものっていうのはドラムを使っても表現できないですよね。まずはどんな音を出したいかっていうのをしっかりとイメージするっていうことは大事になっていくと思います。バンドの演奏になると、3人とか4人とかで一つの表現をしていくっていうことになるんで、だからそのどんな表現をしたいかっていうのを、全員がねしっかりと理解しておく、そこの表現に向かってそれぞれの役割を果たしていくっていうのがアンサンブルには大事になってくるのだと思います。なので演奏中に数えて叩いたりとかっていうことはしないですね、正直ね。これでいいかなって叩いてるうちはなかなかねその表現っていうのはできないんじゃないかなとは思いますかね。とはいえね、じゃあ具体的にその音符の長さを鍛える練習とか、あとなんかさ周りの音をしっかりと聞く練習っていうのは、まあ一体どういう練習があるのということなんですけど、40bpm の練習っていうのを、推奨しますかね、僕はね。で 40bpm の練習っていうのはどういう練習かというと、40bpm いいかちょっと流しますね。1 2 3、めっちゃ遅いですよね。4、これで8ビートを1 2 3 4 1っていう感じでこう叩く練習っていうのをしてみてください。どういう風に意識をして練習するかというと、クリックにめがけて叩くと絶対に速くなったり遅くなったりするんですね。これぐらいになると1 2 3、例えばこの辺かな、この辺かな、2いう感じでこうクリックを追いかけながら叩くと絶対にうまくいかないんで、こういう時はクリックとクリックの間の音を感じるっていうことが大事になってくるんですよね。なのでガイドを増やしてみます。ガイドを16分音符、こういう状態ですかね。1 E N T A 2 E N T A 3 E N T A 4 E N T A 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 1 E N T A 2 E N T A 3 E N T A っていう感じですよね。この時に意識することが、この手を上げてるところもリズムを感じることが大事なんですよね。だからこの8ビートの場合とかやったら、こう Y-E-N-D-E-N-D-A っていう感じで、右手はね8分音符を叩いてるんで、このこっちの方を感じることが大事かな。 Y-E-N-D-A-2-E-N-D-A-3-E-N-D-A-4-E-N-D-A、スティックを振り上げてるところもリズムを感じて叩いてみる。で慣れたら音数を半分に減らしてガイドを8分音符にすると 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and
っていう音符をイメージするという。で、さらに慣れたら一番最初の、四分音符に戻して1 2 3。で、この間もさっきの1 2 3 4 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 1 2 3 4
で、これがあのクリックとクリックの、まあ、言ったら音符の長さをしっかりと理解する、イメージするっていうことになってくるので、まずはね、どういう表現をしたいかっていうのをしっかりとイメージするっていうことと、で、音符の長さをこう測る練習としては 40bpm がね、最適なんじゃないかなと思うので、ぜひね、練習をしてみてください。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。